Entry number four, generation gap, the generation gap. Gabby Ricker.皆さんのおじいさんやおばあさんはコンピューターが使えますか？その答えは簡単ですよね。高齢者のほとんどはインターネットやコンピューターを利用していないと思うでしょう。でも私が取ったアンケートによると必ずしもそうではないようです。若者と高齢者を対象にしたアンケートから面白い情報や経験や意見を集めました。最初の質問はただコンピューターが使えますかでした。話を聞いた高齢者の多くは使えないと答えましたが、ネットでの若者からの返事は 70% が使っているでした。それ以外に私と同じ世代は両親ともコンピューターを使うことができるが、おじいさんやおばあさんはほとんど使えないそうです。約 20-30% は使えても、親に比べるとその数はやはり非常に少ないです。ではおじいさんとおばあさんにもコンピューターを使ってもらう方法があるでしょうか。一つの考えは、パソコンから携帯に移ればもっと楽に使えるかもしれないことです。アンケートの結果を見ると、面白いのはコンピューターが使えない高齢者でもスマホを持っている人が 83% もいることです。現代では携帯を持つことが必要なので、若者は大抵両親や祖父母に携帯を買うように説得するようです。驚いたのは、古いフリップフォンを使っている高齢者は 77% 弱しかいなかったことです。しばらく考えてその理由が分かりました。高齢者は若い世代に置いてきぼりにされたり捨てられたりしないように、常に新しいことを学びたいんです。高齢者の多くは子供や孫とできるだけ接触していたいので随分頑張っているようです。例えば私の祖母は自分で努力してすでにスマホが使えるようになっています。 Facebook に写真をアップロードしたり、絵文字を使ったり、ポケモン GO のレベルが私のレベルを超えたり、おばあちゃんは何でもできますよ。これでコンピューターを使うことを諦めた高齢者は皆さんが思うほど多くないことが分かりましたね。最近有名な会社が異なる世代の福祉を考えてスマホもコンピューターも進化させています。例えばアップルは簡単なデザインで高齢者に人気があります。アンドロイドのスマホにもシンプルなモードがありますが、コンピュータに慣れた若者にもその簡単な機能が見つからなかったら、高齢者は一体どうすればいいでしょうか。結論を述べると、高齢者の多くが新しいテクノロジーを学ぼうとしていることが分かりました。若者の皆さん、諦めずに高齢者にチャンスをあげてください。どうもありがとうございました。